さあ、始まりました。プリントチャンネル、ハローです。アモリガクショーちゃん、ラゴー。今日はカラオケ行きます。ジョイサウンド、新宿西口店さんです。はい、3年ぶりぐらいだと思いますよ。カラオケ企画、超久しぶりだ。確かに、久々。その、それぞれがですね、あの個人活動によってですね、歌上手くなってると思います。まあ、はい、今まで歌下手って思われてたかもしれないですけど、うん、ちゃんと練習はしてますから。下手とか言われちゃうから、うん、もうちゃんとやってますよ。嫌だったんだ、下手って言われる。まあ、それぞれね、あのソロ活動をしてそんなんだアーティストみたいな入っちゃってんだよ、もう。今日やる客は4人で合計350点取らないと料理頼みません。わー、カラオケといったら飲んだり食べたりしながらじゃない、4人1回歌いますよね、うんうん、それで合計が350点以上だったら好きなものを1品ずつ頼めます。35点未満だとしたら何も頼めないからまた再度チャレンジしていく。だから最悪誰かが足引っ張っても、うん、他のカバーすればどうですかね。団体戦350いくわけね。だいたい約1人87はい、点5ぐらい、87。そうだね、いける。普段僕知ってます、攻略法。大きい声出すっていう。まずでも大きい声出す、M1 風通るの。なんていうの、こう静かにしたり歌ったりメリハリ。なんかって聞いたことあったよ。ぴょこぴょこですから、そう、食べれなくなったら食べれなくなるほど声出ないんだもん。なるほど。俺はその活動で、うん、そうそう、一応ドラムだから、そう、担当がドラムの方集中的にやってたから歌いきるでしょ、あんまり上達として。バンドなの？ 3MC プラスドラム。 3MC? わぁわぁ、そんなバンド見たことないな。マシッパンだよね。怖い。でもマジで気をつけ、この人が一番得点高かった時最悪だよ、うん、俺らがみんな足引っ張ったとか考えなんか怖い。誰かじゃあ開幕しようか。どっちにこ切ってるよ、見て。確かに、開きました。突破口。これはちょっと最近の曲ですよ。おぉ、ヨネ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 ヨパリマンだったか。負けた。悪くはないんだけど、結局悪かった。乗ってない。わかる。和田彦さん、リズムの苦しさよ。まあ、和田彦さんの動き。意味ないよ。
信じて、信じなさい。悪くない、悪くない。うわー、ほら、きれい。うわー、うわー、きれい。口パクの人、はい、あの最初の一節全部追って違う人、一緒です。ボーナスは大事なの。いや、どうして、そういう問題だよ。お手だけは絶対合わないと話にならないので。100点取ればクリア。しゃあ、限界突破。でも特別ルールで一人で100点が出たらもう俺クリアでしょ。本気出します。頼む、ちょっと待って、100点なってるよ、喉からからだって。いや、もうそうですよね。合計327。うわほど遠い、全然だ。でも今ね、でもこれデータ取れた、ちゃんと歌える歌を歌えばもっと絶対高いわけじゃないですか。もっとあるんじゃない、考えたら。まあ他にも、まあ、感動させる歌はいっぱいあるんだ。感動させる歌じゃないの別に。俺分かった、一番得意な歌歌うわ。しかも流行りの曲、任せろ任せろ。え、これ超むずい。任せろ、90点出すから任せて。道枝くんがさ、やっぱ頼むよ、見てくれてるって言うからさ、ね、見てるんだから。そうそう、この動画も見るかもしれないし、口だけの口使ってるだけは本当に。はい。
点。100点だぞ。頼む。やっぱバラード系でゆっくりの音程取りやすいですし。なるほどね。過去にもう90点以上取ってるの。ええマジ。あ、いけそう、俺いけそうな気がする。頼む。
これが少女の本気ね。はい、本気出しました。マジでこの歌、めちゃくちゃ練習してます、僕。あ、そうなの？なんで？いや、好きなんです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。来たらもう俺も行くわ。USA! USA!
逆にどうしましょう。いけるいけるいける。90点91だったらいい。あ、思い出しました。茹でる影を滑り出す汗、響き合う声、叩き合う肩。いつだって誰だってそこだけじゃなくて、恥ずかせ、やだって、おかしくて、おーおー、あー俺は行くよ。あ、やばいやばい、これはやばい。おーえー、えー、えー、うわっ、おえーかわいそう。かわいそう。元張って低いから98.5、99.99。お団子本当にアニメで聞くと鳥肌立ちますね。いいいい、本当に。かわいそうっていうのを AI が見抜く、はいはいはい、その得点上がる、はい、でこの歌しました。相性ね、失恋の歌になります。なるほど。合わせてみよう。一応ルール的にはそれで食べたもので使った曲はもう使える。なるほど、ね、食べれてないからね。オッケーオッケーオッケー。これデータ取るから。はい。Oh!
OK いけるか。97で OK。 頼む、頑張って頑張って、もしかしたら、テルの歌、テルの歌、テルの歌ゆっくりしてるし、あんな音程ない気がするから、いい気も気がするんだけど、いけますかね、チャレンジしてみる、全員テル、あ、全員テルね、全員テル、夕闇迫る雲の上。
1キロや、1キロ盛りまでって。えーすげえ。わーすごい。来ましたー。はいはいはい。獲得。俺は一応みんなで取り分けられるサラダ取れました。はい、俺はみんなで食べれる山盛りポテト、はい、1キロポテトです。僕はみんなで取り分けられる焼きそば食べました、はい。みんなで具を一つずつ分けれるラーメンにしました。汁もみんなにあげる。セコセンキ、やっと食べれる。みんな食べてね。みんなポテト食べて。お食べ、うん、本気で歌える歌えるわ。ポテトうまめちゃめちゃ疲れたんだけど、うん、いやちょっと疲労感すごい。それカラオケ券ねやりたいと思いますんで、はい、その時までまたちょっとね総括層に入ってしまうと思うんですけど、それで鍛錬してね。そうそうそう、で得意な曲とかを考えてきてもらって、はい、なるほど、違ったね企画なのかこれやるのか分かんないですけど、オーケー、はい、今度一発目でクリアできるように、我々は頑張ったなと思う方はチャンネル登録高評価お願いします。そろそろバイバイバーイ。移動されてる移動されてる。あー84なんてもうめちゃめちゃリラックスしてくれれば。どうしたっけ。余裕テレフォンだろ。テレフォン。